身長、そうですね、まだまだやっていかなきゃって感じですが、まあ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 いい感じかなと。いやまだもっと頑張ってかなって感じですね。あ、なかちゃん生誕、おお、ありがとうございます。待ってます、嬉しい。あ、よかったには見てくれましたか、嬉しい、ありがとうございます。なんだっけ、容量グッズでしたっけ、能量グッズです。はい、能量グッズ見てくれたかな、こんばんは。嬉しい、ありがとうございます。今日のね12時正午で特典イベント、アニメホログラムの特典イベントの抽象と撮影会の販売が締め切りになったんですけれども、はい、皆さんね申し込んでいただいた方ありがとうございます。そして6月22日の8キューブですかねの、そうトークも完売していただいて本当にありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。当日お会いできるの楽しみにしております。会計まだまだと思ってたけど、あと2週間だね。そうです、あと皆さんもう少しで、はい、まずツーショットを幕張メッセさん先させていただくんですけど、その後は愛知スカイキスポさんでの独学握手会で、それでね、今シングルのイベントも待っちゃいますので、最後まで一緒に楽しんでください、お願いします。ノレグッズ、あ、ありがとうございます。嬉しい、今回なんかあれですね、単品とかじゃなくてなんかあれセットみたいな感じなんですね。ね、チーム S は素敵なメンバーがいっぱい、うん、そうですね、チーム S もですけどなんかね個性豊かですね。うん、上の方姿は本当に素敵ですね、嬉しい。なんかでも今年もありがたいことに浴衣を着させていただいたんですけど、なんか柄がなんかあれは一緒、当て込まれてる浴衣なんですけど、なんかすごい着物っぽい、なんかすごいちょっとね変わった珍しいでも可愛い浴衣で、はい、いいですね。はい、すごくあの柄好きです、かわいい。みーちゃん生誕18日、あーそうなんですね、生誕もなかちゃんるんちゃんとね続きますね。もう追加できない、そうですね、もう販売が終わったのと、その愛知スカイキスポさんは完売していただいておりますので、はい、ちょっともうできないんですけれども、ありがとうございます。申し込んでくれた方もありがとうございます。能量確かに覚えれました、グッズのおかげで。今年初の冷やし中華食べました。おお、私はまだ食べてないかな、まだ食べてない気がしますね。今日お好み焼き食べました、はい、お好み焼き。こんばんちゃむー、私ちょっと追加も、ああ嬉しい、ありがとうございます。はい、もう来週になるので今週末はねちょっとないんですけども、はい、来週皆さんにお会いできますので、それまでにはツアーの練習とかがねちょっと入るので楽しみに頑張ります。あたがいてくれたから、あー入ってますね、
今日前に来たよ。あ、ありがとうにゃー、嬉しい。今日はそうです、練習してたからですかね。練習してる時は結構こうやってまとめてますね。はい、夕飯は天津飯と餃子を作って食べて、作ってですか、すごい。手料理食べてみたいですね。わかるまであと1週間じっくりポーズ考えます。すごい考えてきてくださるんですね。何か楽しみにしております。ジェルケの仕事のスケジュールがついたので本日社務会の購入をしました。あー、本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。あ、16日も会いできるの楽しみにしてます。はい、浴衣の帯ですか。浴衣の帯はなんか一つだけ結べるくくり方がありますね。はい、あれはですね、あ、加工されてないタイプの浴衣でしたね。青顔みたいな早着替え用ではなかったです。でも着付けの時は衣装さんがね手伝ってくださいます。そう、未決済が出るかもなので注意が必要です。あー、そうですね、そうですね、決済も忘れずによろしくお願いしますありがとうございます。カチューシャもかわいい。あー、珍しく、そう、カチューシャはどちらかというとあんまりしない方だし、衣装もあんまり当て込まれないんですけど、浴衣のカチュー、亀飾りは選べたので珍しくカチューシャを選んでみました。何ですか、超能力、なんだそれは。コロッケとカニカマ、カニ玉、あ、お好み焼き、一緒ですね、このもんでした。はい、そう、でも最近はお好み焼きのソースとかマヨネーズをつけるんじゃなくて、めんつゆか、めんつゆかなをかけて食べると美味しいんですよ。はい、おすすめです、すごく。こんばんはです。ねえ、今日なんか暑いですよね。私も練習しててすごい暑くて、ちょっと配信の時汗だくになるのちょっとあれなので、今はちょっとねつけてるんですよ。扇風機がないので冷房ちょっと低めって言うんですか、低め高め、弱くつけてますこげさん、なかなかエスコに手合わないですか。あら、今月ね割と多めかなと思うんですけど、この後もね日程が合えばいいんですけども、大丈夫、どういうこと、大丈夫、すごい、ファンレターもね、ありがとうございます。アミモロさんにも書いてくださったけど、やっぽー、
そう、しびれます。ひよさんはそうなんですよ。着付けもしてくださって。近い途中に、お、皆さん今日もお疲れ様です。気をつけて帰ってください。95よこにゃんに会えます。おー、コメント、写メ会と、嬉しい。ありがとうにゃん。よこにゃん、前向き能力つぶせ、注文したちゃむー。よこにゃん、お迎え準備完了にゃん。あ、ありがとうございます。楽しみにしててくれ、あの、ビッグ打ち合とかもね、あったので、ぜひライブや公演でも見せてください。お願いします。あ、そうなんです。あ、2日連続で、おお、確かに珍しいかもしれない。おー、嬉しい、ありがとうございます。あー、着付け、そうですね、育ってました。夏、今年はでもあれですね、6月来るメンバーいるんですかね。まあ、嬉しいですね、頼ってもらえて。つやつや、あ、ありがとうございます。最近お肌の調子がちょっとマシ、なんか落ち着いてて嬉しいです。私、にゃんにゃん、ありがとうにゃん、フォローもありがとうございます。そしたら直前で追加、あ、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいです。今夜もウォーキング、おー、お疲れ様です。暑くなってくるのでね、水分補給ね、しっかりとってくださいね。今夜は焼肉丼、丼、すごい美味しそう。週末によく食べるんですね、このもん。うーん、まずはチームス申し込むか悩んでます。えお待ちしてますよ。あの、福岡と羽田と行かせていただくんですけど、昼より2回公演あって、ぜひお待ちしてます。来ていただいて、横にアンサイ振っていただいたらめちゃめちゃ嬉しいですね。はい、つなぎも、ん、干し大根の煮物、そう、なんか体にいい食べ物を食べられてるイメージ。次の週は油焼き作る、おー、いいですね。この焼き美味しいですよね。めんつゆかけて食べました。え、本当にそこまで一緒なんですね。冷ますため。おー。私のは冷たくはないんですけど、はい。あ、やっぱあるんですね。だし汁食べるお好み焼きが。お店で仕事忙しくて名古屋遠征は難しいです。あー、そうなんですね。ありがとうございます。でもね、今シングルいっぱいお会いできて嬉しかったし、パワーを送っております。はい、こんばんは。すごいのイヤリング気づいてなかった。いや、でも難しいですよね。私、横毛があるから、そして見えにくい気がします、きっと。あー、リクエストしても、あ、入ってますもんね。わかりましたよ。お上がり、サッパニャン、あ、来てくれて嬉しい。卵肌、やったね。声優さんですか？アイリさん、アイちゃん、アイリさんっていうの？どなただろう。こんばんは、フルー。あ、ありがとにゃー。次のシングルね、いつですかね。いつでしょうか。ドキドキですね、いろいろ。まあ、いろいろドキドキですが。
ねえ、いつなんだろう。暑さに負けてエアコンデビューしちゃいました。なんか暑いですよね、わかります。なんか練習してるんですけど、暑さにやられて集中力が減っちゃうんで、私もなんかそうなんですよ。つけちゃいますね。うーん、あ、大吾さんも嬉しいやってくれて、またアイタイムもやらせていただきます。気がついてしまったわら、え、すごい大事ですね、おめでとうございます。はい大事大事、気づいてよかった。まだ終わらないです今日が。はいちいかま、ちいかまも美味しい。ただもちろんこにゃんスタイとビッグーチャーで応援します。わっ、お願いします。嬉しい。あー、ないですか。ひっくり返すのなんか意外とちょっと難しい。うん、1950日連続もありがとうございます。お水、お茶以外で、炭酸水かな、その次。なんか紅茶とかも多いかな。福岡旅行ほぼ予約完了しました。野球も、おお、すごい。楽しんでください。楽しみましょう。福岡とこう成立するの。うん、しますよ。します、します。え、エスコエも待ってますよ。はい、来てくださいうーん、あー、干した。すごい、干すんですね、すごい。鬼滅の、あ、そうなんですね。あかりん、あかりんさんで、わかりました、調べてみます。休めてよくないのが出る公演が重なるのが楽しく10日を待ちます。あったらいいんですけどね。22日楽しみましょうね。見に来てよしの、あ、ありがとうにゃー、嬉しい、ありがとうございます。お、嬉しい、羽田も応募どうせ願ってます。今から見に来るんですか。気をつけてね。好み食べ放題とかあるんですね。いろんな味があるんですかね。あ、明日ですね、ドリームクルーズさんはで、嬉しい。そう、明日ドリームクルーズさんの放送です。19時50分から聞いてください。宝石イオン、分かりました。じゃあ今日の発動、養成祈願とラッキーメニューでいきますね。申し込んでいただいたお声もいっぱいいただいてますので、そこになりました。大丈夫だよね。え、関西だけかな。うーん、あ、横、や、横がそうなんですね。そう、この2着着まーす。この焼き味、そうですよね、食べ放題だからなんかいろいろあるのかなと思っちゃったけど8期生ライブもね、頑張る子、
かりました。住所と土日行くにゃよ。あー、嬉しい。楽しみにしてまーす。14日です、公演。あ、14日が中ちゃんでしたっけ、でしたよね、確か。ね。久々の生誕ですね。7枚、すごでは今日も歌を通していただきたいと思います。よろしくお願いしますね。ルーチャーセットも18日決まりました。そうなんです、よろしくお願いします。そうなんです、これも頑張ります。そうなんだ。やったね。お、今日はあの曲、あの曲です。皆さん音量気をつけてください。刺す音がうるさいです、イヤホン刺す音が。こんばんは。あ、ありがとにゃー。今日は元気になる曲、元気になる曲。あー、仕事応援してます。手帳気をつけてね。いやー、ちょっと違うんです、リクエストで刺しますね、刺しまーす。あぎょはぎょ、違います。あ、好きな音にしてください。ん、どこだ、あれ、あった、あぎょ正解。バキバキじゃないですね。はい、じゃあいきたいと思います。大丈夫かな、いきまーす、どうぞ。希望よ、私を連れてってさ、未来のどこかへ。そっと目を閉じているから、手を引っ張り、枕の道案内してよ。地図なんか当てにしないさ、明日を信じてるんだ。悲しみの後はいつだってもう一度
光よ、地面照らしてよ、そう今いるこの場所、行き止まりじゃないよ、前を向いて、いくつもの道が広がってるだろう、ため息をついちゃダメだ、きっとどうにかなるさ、諦めはしない、どんな時も頑張れ、微笑みは力、私を連れてて、新しい私を立ち止まらないで歩くんだ、もう一度微笑みが戻るまで、頑張れ微笑みの夜明けまで、ポジティブシンキングでした。ありがとうございます。ありがとうございました。わお、最高も、ありがとうございます。ねえ、いい曲ですね、この曲。やっぱりポジティブにね、みんなで頑張っていきましょう。ポジティブ大事。めちゃくちゃ好きな曲、よかった、元気もらいました、よかったです、最高、楽しかった、嬉しい。意識してます、私もポジティブに。はい、うん、そうですね、確かにどちらかというとネガティブ派かなと思うんです。切り替えは割と早い方ですけど、ポジティブの方がいいのでねポジティブにみんなで頑張っていきましょう。落ち込んでたんですね、よかったです、よかった。そうですね、みんなで明日からも頑張る子ですね、頑張る子。私もこの後ツアーの練習頑張ります。そう、皆さん全然こんにちはないなと思ったんですけど本当ですか、嬉しいです、ありがとうございます。では夏のタイム、あれですね、両席祈願とおすすめメニュー、どうしよう。そうですね、おりますね、カナシアンシンドローム入ってた気がしますね。了解でーす。あ、じゃあ決めました。はい、いきまーす、いきます、よこにゃービーム、わーからの、皆さんいろいろ申し込みありがとうございます。公演やツアーや嬉しいです、皆さんいい席になりますように、なりますようにお願いします。よし、込めました。もうあれですね、もう出てあります、出てる分もありますもん ね。ありがとうございます、頑張ります、ツアーの練習も。そして明日のおすすめメニューはルル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 じゃん、サバです、サバお魚が思い浮かんでんですけど、ちょっと
詳しくはい、詳しく行ってみました。まあでもお魚でじゃできたらサバで、はいお願いします。おお、本当ですか。おお、すごい。本当ですか。嬉しかったんです。2360人の方もありがとうございます。私もじゃあこの後ポジティブに、はい、明るく一緒頑張ってきます。皆さん今日もありがとうございました。ちほこからのおやすみよ、こにゃー、夢でも会えますように。そう、サバって、そっか、そんなにいろいろ料理が意外とあるんですね。ちょっと思い浮かばないからちょっとお魚にしたんですけど、意外といろいろある。ありがとうございました。練習頑張ってきます。皆さんもゆっくり休んでポジティブに明日からも頑張っていきましょうありがとうございました。またね、ハート、ゆっくり休んでね、またね、頑張ってきます。